まあ、こんな風にお家でもグランディングをすると、ネガティブなものが流れていって、自分の中にエネルギーが整うので、特に直感が冴えてきます。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる、始まります。で、私は心から豊かになる方法をお伝えしていまして、みんながハッピーに元気になるようにお伝えしています。 LINE もやっているので、よかったらぜひ私とつながってくださいね。さて、5月14日は虎の日がやってきます。この日の誕生日の皆様、5月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、最強の機運パワーがとっても高い虎の日は、お金にまつわることをするといい日なので、大きなお買い物をしても虎の日はお金が戻ってくると言われているので、自分が必要なものを買うには絶好のチャンスです。さらに、虎の日の虎は千里を行って千里を帰るとも言われていて、無事に帰ってこられるという意味から、旅行の旅立ちにもとっても向いています。旅行に行かなくても、特に旅行の計画はチャンスをつかみます。そしてこの日は、仕事に力を入れると昇進したりするパワーがあって、上を目指せる日なので、ここからどんどん激変します。なんか仕事も何もかも力を入れたくないなっていう場合は、自分の仕事を見直すことが機運上昇しますからね。ということで、この虎の日にやったらいい開運書を6つお伝えしたいと思います。まず、この日にやったらいい定番の開運アクション、1つ目は開運フード。最初に金アップフードはエビ。脱皮を何度もして成長していくので、変化を促してくれるパワーがあります。滞っていたエネルギーに大きな変化を与えてくれるので、お金の流れが急激に変わります。自分の才能も発揮する、パワーもチャージすることができるので、強みや得意を生かしながらお金をどんどん引き寄せて、金を最強に上げていくことができますからね。次に、キョウアップフードはナス。邪気を払うパワーがあって、特に人間関係でのトラブルから身を守ってくれる効果があります。人との良好な関係から強運をつかむチャンスがやってきたり、自ら強運をつかんでいくパワーも出てくるので、運気を上げて強運も一緒に上げていくことができますからね。そして、ラブンアップフードはトマト。赤色は情熱の愛の色で、ラブンを全体的に上げてくれます。出会いを求めている人は、いいご縁を引き寄せてくれる効果もあって、気になる人がいる方はお相手とも関係が深まります。パートナーのいる人は、2人の仲をさらに良くしてくれて、ラブンも急激に上がっていきますからね。次に、2つ目のカーアクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日はガスレンジの掃除をする。キッチンは金運を大きく左右する場所で、水の木とヒノキが交わっています。ガスレンジはヒノキを持っているので、掃除をするとヒノキのバランスを整えることができます。油汚れがあると無駄遣いが増えてしまって、金運ダウンにつながるので、専用のクリーナーで掃除するといいですね。フライパンや鍋を乗せて、支えている部分を五徳というのですが、その部分も外して洗うと油汚れもすっきりします。汚れを落とすと、キッチンを使うときに気分よくお料理することができるので、お料理するときの波動も上がっていくんです。ヒノキのあるガスレンジを掃除して、水の木とのバランスを整えると、お金の流れが変わっていくので、機運が最強に上がっていきますからね。そして、この日にやったらいい3つ目の定番のカーアクションは、神社参拝。虎の日なので、毘沙門天様が祀られている神社に行くといいです。虎は金運や財運、厄を払うご利益のある毘沙門天様の使いと言われています。毘沙門天様の祀られている神社やお寺で、お金の宣言をしたり、叶えたい願いの宣言をするといいですね。今年は辰年なので、龍神様がいる神社仏閣や金運のパワーが高い日なので、金運アップの神社に行くのもいい日です。その他、自分の行きたい神社やお寺、氏神様や仏様に行くのもよく、この日は仏像を見ると運気も金運もアップして大吉で、願いを叶えるためのエネルギーもチャージすることができます。
さらに効果を上げるために木っぽいの神社仏閣や急にご利益がある神社仏閣に行くといいです。その場合はこの日番を参考にしてね。木っぽいは簡単に波動を上げて運のポイントが莫大に上がりますからね。そしてこの日にやるといい4つ目のカーアクションは、お気に入りのアクセサリーをつける。お気に入りのネックレスや指輪、ピアスといったアクセサリーをつけると金運が上昇します。特に金のものをつけるとさらにアップして、お金が戻ってくるスピードが早まります。金は身につける人のエネルギーを上げてくれて、自分に自信を持たせて波動も上げてくれるんです。お金を呼び込むパワーも強くて、仕事運も上げてくれて収入がアップしたり、使ったお金が戻ってくるパワーも高まっていくんです。いつもはアクセサリーをつけない人も、この日はイヤリングでもネックレスでもつけやすいものをつけるといいですね。男性はベルトがおすすめです。お気に入りのアクセサリーは自分のことを守ってくれるパワーも持っていて、邪気から身を守ってくれるので、運気も上がって最強に気運も上がっていきますからね。次にこの日にやるといい5つ目のカーアクションは、グラウンディングをする。直感が冴える日なので、地に足をついて生きるっていう意味があるグラウンディングをすると、心と意識を今に集中して生きていくことができます。物理的に足を地面につけて、大地からのエネルギーを吸収して人生を安定させることができるんです。グラウンディングはいろいろとやり方はあるんですが、自宅でするときはソファーや椅子に座って背筋を伸ばしたら、両足の足の裏をしっかりと床につけます。次は目を閉じて深呼吸をして、自分の体に意識を向けて、頭から足までの順番で力を抜いていきましょう。この時、両足首にコードがついているとイメージしてください。そしてコードは地球の中心部にたどり着くようにイメージします。息を吐き出しながら、自分の中にあるネガティブな感情はコードを伝って流していきましょう。いい気がどんどん上がってきて、自分の中にたくさん入ってきて、頭のてっぺんまでいいエネルギーで満たされたら、深呼吸をして、そして心が落ち着いたらゆっくりと目を開けます。まあ、こんな風にお家でもグランディングをすると、ネガティブなものが流れていって自分の中にエネルギーが整うので、特に直感が冴えてきます。直感が冴えた状態で今ここを意識して生きることで、波動が急激に上がっていくので、運気も気運も大上昇していきますからね。そして最後にこの日にやるといい6つ目のカーアクションは、美術館に行く。この日のラッキースポットは美術館。素敵な絵を見たり芸術作品を見ていると、直感が冴えてきていいアイデアが出たり、発想が豊かになります。アートを見るときっていつもと違った脳の使い方をするので、感性も磨かれて素敵な芸術作品に触れることで刺激を受けることもできます。建物もね、おしゃれな外観をしているところが多くて、いいエネルギーが流れているので、自分の波動も上がっていきますからね。そしてこの日のラッキーカラーは赤。情熱ややる気を与えてくれるパワーがあります。積極的に行動する力ももらえるので、自ら動くことで運気の流れを変えることができます。身近なものとか身につけるものに赤を取り入れると、熱意を持って物事に取り組んだり、エネルギーも湧いてくるので、運気も気運も爆上がりしていきますからね。というこの日は最強の気運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとして、どこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることもカーアクションの一つです。だから一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK です。そしてこの動画を見るだけでも波動アップしますからね。楽しんでお過ごしください。それではこの虎の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、
体験談をお伝えしたいと思います。先月30万円の臨時収入がありました。いつもありがとうございますという方、最近のラッキー、数えきれないほど奇跡連発です。花束が届いて臨時収入が8万5000円ありました。ワクワクしました、ありがとうございましたという方、カインアクションやフードを楽しみながら実行していると臨時収入や来月からお給料もアップすることになりました、ありがとうございますという方、先日コンサートチケット当選しました、とても嬉しいです感謝という方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと、予祝のコメントを書くときは予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。今日もね、ちょっとどうでもいいお話なんですけど、私海外旅行に行くときは必ず持っていくものがあります。それはチンできるご飯とお味噌汁、どうしても醤油味が恋しくなるんですよ。醤油なのかだしの味なのかなんですけど、お味噌汁はお湯を入れるだけで味わえるのでいいですね。やっぱりね、海外に行くと日本食って美味しいなっていつも実感します。じゃあね。